芝居、よくぞ蜀の侵攻を食い止めてくれた。秦は先帝同様、お前を信頼しているぞ。ただ、最近妙な噂が流れているのだ。そなたは知っているか？いいえ、存じませぬ。噂とは？芝一族が、いえ、あなたが帝位三奪を企てているとの噂ですよ。恐れながら、事実無根の流言かと。果たしてそうかな。各地の城門に文が張り出されておるのだ。芝居殿が天下を取るというな。それでも白を切るつもりか。はあ？一体どこのバカがそんな真似を。カーン、皆を連れて外に出よ。秦は芝居らと話がしたい。御意。先帝の崩御により今この国は揺らいでおる。秦はこれ以上動揺を広げたくない。芝居よ、すまぬが混乱を避けるため一時的に身を引いてはくれぬか。よく言いますよ。父上が今までどれだけ義のために働いたと。将、口を慎め。陛下の御前だ。父上、申し訳ありません。陛下のお言葉とあらば、この芝忠達、慎んで従います。師、将、我らは巨匠に移るぞ。すまぬ、芝居。父上、今回の陛下のご沙汰はあまりにも理不尽です。あの時将が陛下に不敬を働かなければ私が嫌味の一つでも言っていたでしょう。でしょう。ほら、冷静な兄上ですらこうですよ。父上、今から陛下に言って蟄居を撤回してもらいましょう。そう騒ぎ立てるな。陛下はまだお若い。帝位についたとはいえ古くからの秦を抑える力がないのだ。父上、ですが。それにすぐに蟄居は解ける。旦那様、勅使がお見えです。諸葛亮の軍勢が五条原に侵攻したため至急対策を講じてほしいと。主人の前でもないのによく喋る口でしたわ。やはり来たか諸葛亮。そうだろう、そうだろうとも。だが思っていたよりも早いか。奴にしては焦っているようにも思えるな。父上、まさか全部お見通しってことですか。諸葛亮をおびき出すため蟄居を受容されたのですか。もしや各地にばらまかれた残言の文も諸葛亮の策と見抜いた上で。やっぱり父上はすごい。敵は五条原と言ったな。ふん、なるほどな。諸葛亮よ、春夏よ、勅使に伝えよ。五条原の職軍を攻めてはならぬ。絶対に兵を動かすなとな。承知しました。短いお休みでしたわね、旦那様。師、将、すぐに戦の支度をせよ。我らはこのまま五条原に向かうぞ。
したか死ぬけども。砦から出てくることもできねえのか。戦えねえんならさっさと逃げ帰りやがれ。くそ、食のやつら調子に乗りやがって。芝居様はなぜ動かないんだ。このまま俺たちに屈辱を味わえってのか。流行るな。じれているのは敵と手を同じ。もうダメだ、やろうぜ。俺たちの力思い知らせてやる。待て、それこそ敵の思うツボよ。そうですわ皆さん、食が尺でも余裕尺尺で構えましょう。玄英、そなた。おお、神剣英様。神剣英様がいらしたぞ。敵も今は挑発してくるだけのようです。でしたら気を楽にして備えていましょう。はい、神剣英様。まったく、お前という娘はこの緊張をも難なく弛緩させおるか。でも真剣ですわ。明日の希望のため健やかに戦いましょう。神秘殿、神剣英殿、よくぞ兵らを抑え守りに徹してくれた。これで蜀の勝機は失われたと言っていいだろう。お安い御用ですわ。これも皆で前へ進むためですから。ですが芝居殿、蜀の勝機が失われたとはどういうことでしょう。理由は二つ。一つは奴らが遠征軍であるがゆえの兵糧の問題よ。いずれこちらより早く奴らの兵糧は尽きる。挑発し戦を急いだのはそれが理由よ。その時を待ち撤退する蜀軍を叩くのだ。そしてもう一つは、満朝様が合肥にて五の大軍を打ち破ったとのこと。これよ、蜀が頼みとしていた孫悟はすでに我が軍の前に敗北した。ならばもはや兵糧の我慢比べも必要あるまい。これより我らは攻勢に移る。今こそ蜀と、いや諸葛亮と雌雄を決するのだ。